はい、ここからはアフレコでやりたいと思います。これはマンションに備え付けだったクローゼットっていうか引き出しかな、その中から今日着る T シャツを決めたいと思います。こんな感じで収納されてます。だいたいヴィンテージの T シャツもしくはストリート系の T シャツが多いかな。この辺はタンクトップ系を収納してる。あとはシワになりやすいものとかはハンガーでかけて収納したりとかしてます。はい、まあだいたいここに入っているのはお気に入りばっかりかな。ね、なんか青系が多いって感じなんですけど、なんかあーこれこの辺お気に入りですね。この辺のブルー系の T シャツは私のだいぶお気に入り。うん、この辺も好きで全部好きやんって話なんですけど、あーなんかタグ取れかかってんの。クロエセベニー姉さんですね、こちらで。ノートロンリーの T シャツももちろん入ってるし、あとはこれはもうめちゃくちゃ前のシュプリームの T シャツだな、とかとかとかで、こんな感じで柄が分かりやすいように収納するようにしてます。はい、うん、一目でね柄が分かるとまあ便利っていうか出しやすいし決めやすいので、こんな感じで収納してるかな。うん、あとはこの奇妙の小袋は何を入れてるかっていうと、サンタマリアノベッラのあのポプリをこの中に入れてて、あの多分この袋がちょうど良かったんでしょうね。この袋の中にポプリを入れて、まさかのなんかゴムも謎に色を黄色で、揃えてコーディネートしてタンスに香り付けとして入れています。でこのサンタマリアノベッラのポプリは本当10年ぐらい使ってるかな。なので本当にね、街中でこの香りがする人が通るとすぐ気づくぐらいこの香りは馴染み深い香りです。前はね香水とかも使ってたんですけど、今はちょっと子供もいるしあんまりきつい香りはあれかなと思って、ポプリで香り付けを優しくするようにしてます。はい、そんな感じで初めてこんな感じでタンスの中身を紹介してみました。はい、今から今日はレイミちゃんと YouTube の打ち合わせです。まだ朝8時半で、打ち合わせの後私は今日は美容院の予約をしているので美容院に行きます。はい、なわけでまたアフレコに戻ります。この時はカフェで YouTube の打ち合わせってことで、レイミーちゃんのことを待ってますね。何かにやけているということは、推しの画像でも見ているのでしょうか。で、無事に打ち合わせを終えて、美容院に向かってますね、これは。はい。はい、で、着いた先は、島代官山です。島はもう10年以上前から通っていて、最近はね代官山店のナッキーにやってもらってます。でなぜ私がこの日島にやってきたかというとですね、なんか YouTube で映像を撮るにあたり、なんかね私のここのもみあげの癖っ気がめっちゃ気になり始めて、それがすごい嫌なのでこの日はストレートパーマを前髪ともみあげだけにやって
もらいました。でこんな感じでツヤツヤになってイエーイって感じです。あとはなんだっけ、あこれね、あのなんていうの、韓国の可愛い子ちゃんみたいにこのタユンっていう感じをやってみたかったので、タユンって語彙力タユンってナッキーに巻いてもらいました。大満足です。であとは、あ私は前髪あるぜなので前髪カットもしてもらって、いろいろとこの日は整えてもらいました。で出来上がりがこんな感じで、だいぶすっきりしました。ナッキーとも撮っとこう。ナッキーありがとうございました。ほいでサロンの後はランチなんですけど、もう一人の時はかなりサクッとランチを済ませたいので、この日もよく行く代官山のヒルサイドパントリーに行きました。この日は何を食べている、これは、チキンと野菜チキンと野菜となんかレモネードみたいなやつ飲んでますね。はい。それで、はい、私のもぐもぐタイムが、皆さんに需要があるのかどうかは知りませんが、とにかくさっさと食べる、サクサク食べるという感じで、はい。ヨッピー映ってもいい？あ、逆光すぎる。逆光がすぎるな。それソニーのカメラ。これはね、キヤノン。ソニーから選んでこれにした。あ、良ければ。ついてますけど、ちょうどいい食べ物が今家に何もなくて、でさっきちょっと冷凍庫を見たら温めたらすぐに食べるトッポギがあったんですけど、明日ノットロンリーな撮影なのでそれ食べたらちょっと顔むくむかなと思ったのでやめときます。はい。ねえお腹すいた、どうしよう。晩ご飯を食べなくて、さっき。そう、でもね、今家にある食べ物でちょうどいい食べ物本当に何もなくて、
なんだろう、アーモンドヨーグルトぐらいしかないというか、でも今それを食べる気分じゃないっていうかね。なんか冷凍のご飯とかあったらよかったんですけど、それも今なくて途方に暮れている感じなんですけど、もうこのまま寝るかな。ねえ、もう寝ちゃうっていう作戦にしようかなと思ってます。寝ることにしますねえ。